こんにちは、仏壇ごと .com 村高安です。この沖縄仏壇ごと .com とは、沖縄の仏壇の考え方、日ぬかん、また行事ごとのやり方などを実践に沿った形で分かりやすく解説しています。いざという時に慌てないように、ぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今日はコメントをいただきました。シーミーの時の重箱とかお餅取りに行って、この方はちょっとびっくりしたと。お餅が小袋の包装で入ってて、びっくりして袋から全部出して詰めたよと。で、この袋のままはどうなのとか、ご飯の代わりだから重箱はそのままなのに餅は袋開けなくていいの、道理からして開けたけどっていうことなんですけど、例えばお菓子、こういうお菓子とかも袋に入ってますよね。で、お菓子って袋のままそのまま置いたりするはずなんですね。カルカンとかも全部。今うちにあったのがたまたまこの2つなのでこれ持ってきましたけど、お餅も今、個包装になっているものがあるんですね。で、これを開けるかどうか問題って結構あちこちであって、重箱があるじゃないですか。で、お餅は本来こうやって5個とかね、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5って、こんな感じで詰めると思うんですけど、今、お餅が袋に入っていて、この1個ずつのお餅をそのまま袋ごと入れてるっていう、ところも結構あるんですね。で、これを、全部出すかどうかっていうのなんですけど、本来は出した方がいいです。で、上からだいたいラップかけて、このラップを少し開けて、全部本当は開けた方がいいんですけど、あれだけ外で風が強いところで、線香を上に立ててってやると、食事が全部灰だらけになってしまうんですね。風向きとかで。なので、ラップやって端っこだけちょっと開けてやったりとかする場合っていうのでも OK だと思います。で、こういう袋に入ったものをどうするかっていうのなんですけど、出した方がいいけれども、今のご時世、コロナとかもあるし、衛生的な問題だったりとかっていうのもあるので、一応袋のままでも OK です。気になるなら、1個開けて置いておくといいです。袋からは出さないでもいいので、開けて、こんな感じで開けて1つ置く。あとのものは袋に入ったままの状態にしておくっていう風にやるといいかなと思います。で、そういう風にやるといいかなと思います。で、一応道理から言ったら袋は全部開けるんですけど、こういうお菓子とかは袋全部出してっていうのってあんまりないじゃないですか。なので、道理からいくと、餅の袋は開けた方がいい。だけど、衛生面から言うと、今の時代ちょっと難しい部分もある。なので、間を取ってどうするかって言ったら、袋開けて、一つでいいから開けて、横、このね、15個あるうちの一つは開けて置いとく。っていうのが妥協案かなって思います。で、私たちはどうしてるかって言ったら、このお餅は、そのまま、袋に入らないままで、入ってます。で、上にラップかけて少しだけ開けます。そしたらラップの上にやっぱりいっぱい灰が落ちているので、その灰が入らないように一応ラップをかけてます。ただ、かけたまま、全面かけたままっていうのは食べられないので、ちょっとは開けていてね、って思ってます。ということで、今日はささっと短いんですけど、この重箱の中にお餅が袋のままで入ってるときに、開ける方がいいのか、開けない方がいいのかっていう、とてもシンプルだけど、とってもなんかふんって考えさせられる。道理から言ったら開けた方がいいです。なので合ってるんです。道理から言ったら。だけど、今のご時世、開けたものを食べるのに抵抗がある人っていうのもいるので、その場合はこういった袋に入っている方が安心感があるっていう部分もあるので、そこはもう臨機応変に。家族だけで行くんだったら全然開けて OK だと思います。自分のね、旦那と自分と子供たちととかだったら OK なんですけど、親戚とかいとことかとみんなで行くっていう場合には、ちょっと衛生的な面も気になると思うので、そこはちょっと注意して、見てください。ということで、今日はシーミーの時、重箱の時ですね、餅の小袋の包装を開けるかどうかっていう素朴な疑問に答えてみました。今日もありがとうございました。